ね、今日は何食べよっかな。リベンジリベンジ、よいしょ。ジューシーでボリュームたっぷり、他にはない味です。お持ち帰りもできますのでね、書いてますね。よいしょ、ギリまで行って、ピッと、よいしょ。落とし穴注意やね。場所空いてへんな、出にくなんな、これ青の横に止めてもいいけど、今なこっち横空いてるわ、こっち。変なとこ止めたらね、今度交差点狙いにくなるからね、出てくる。よいしょ、何食べようかな。大体唐揚げ定食か甘辛定食、甘辛竜田揚げ定食か、今ね、あのランチのメニューも夜も行けるようになってるんですよね。それでね、甘辛丼、甘辛竜田揚げ丼とうどんのセットっていうのがあって、それのそばにすることが多いかな最近。僕はね、ほんまにトレーラー聖地っていうかね、もうトレーラーの方がね、止められるとこ少ないんでね、やっぱりね、ここ人気なんですよね。はい、もうほぼほぼ4トン車の方とかおられないんで、大型の人もたまにいるんですけどね、やっぱりね、こう隅っこでね、トレーラーの止めやすいとこを開けて、なんやろね、大型の人は隅っこのね、三角地のとことかちょっと気使ってね、止めてはるような感じですわ。やっぱりね、僕もここずっと来たかったんですけどね、なんかね、どうもね、大半がトレーラーやからなって感じでね、ちょっとなかなか、来れなかったんですけど、もうね、トレーラー乗ったかなと思って、トレーラーの止まってる食堂ばっかり行ってます。はい、てなわけで、じゃあ行きますか、今日も。よいしょ。よいしょ。乾燥してるとね、このね、引いてある RC のね、粉がね、待っててすごいんですよね。you
はい、いかがだったでしょうか。4号線のね、新4号バイパス、小山かな、あそこ走ってるとね、玉屋食堂って、まあ、一応ね、有名で、まあ、皆さん気になってる方も、おられたんじゃないかなと思います。隣にね、新しいファミリーマートができたのと、向かいに山岡屋があったりだとか、まあ、玉屋食堂の斜め向かいに、ね、山田うどんがあったりだとか、まあ、結構ね、便利な、トラックの方はね、まあ、そこら辺でね、ご飯食べる方が多いんじゃないかななんて思うんですけれども、まあまあ、玉屋食堂ね、本当にね、甘辛竜田揚げ、もう本当にめちゃめちゃ美味しいんで、ドハマりします。はい。本当にね、ハマると、もう何回も何回も通っちゃうぐらいに美味しいんですけれども、まあまあ、ちょっとね、僕も今回ちょっと3回、4回ぐらい、これね、動画、なんだっけ、撮って、で、多分ね、アップしないままずっと置いてあったんですよ。で、別の動画のやつを消して、間違って消してしまって、その間がね、シーンが飛んでるやつとかもあって申し訳ないんですけど、ちょっとね、うまく撮れてなくて申し訳ないんですけど、ちょっとね、ちょっとなんとか繋ぎ合わせて動画にしてみました。はい。まあまあ、そんな感じでね、まあ、4号線の名物食堂ってことでね、本当に駐車場広いんで、トレーラーでも入りやすいですし、ただね、夕方ぐらいになってくるともうパンパンです。もう止めるとこないぐらいなんでね。まあまあ、ちょっと早い時間に行かないとって感じなんですけれども、非常にいいかななんて思います。はい。まあ、大体ですね、甘辛竜田揚げ定食か、甘辛竜田揚げの蕎麦セット。甘辛竜田揚げ丼の、蕎麦セットね。まあ、それだと温玉も乗るし、いい感じかなって感じで、まあ、そればっかり食べてますけれどもね。まあ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 、すごくね美味しいんで、はい、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。はい、それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。 See you next time. バイバーイ。